ね、今回はね、まあ、そんな中ちょっとたまにはね、まあ、弟子を雇って、まあ、ちょっと動画にしていこうかなと。オラ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 1分間ね、ちょっとでも遅くなったなと思ったら俺の弟子にはなれないから分かったか、気合入れていけよお前。何やっとんじゃお前は。すいません、1級もできないやつかな。いや好きになんねえぞ。そっか、ちなみにその好きなことはどういう関係、どういう関係っていうか、あの部活がなんかね、ジョバスとかあるじゃん。いや同じクラスとか。な、な、何つながりの好きな子なの。いやなんか後輩に可愛い子がいるなと思って。あー年下が好きなの。そう、それでまあ年下好きっすね。まあ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 そうだね、俺が年下好きっていうとちょっと犯罪集しちゃうけど、なんか15歳だったらね可愛いわ本当に。後輩の方がいいですよ。あ、そうなんだ。でも確かにお姉さんもいいけど後輩もいいね。後輩もすごいですよ、うん、よしやっていくか。行きましょう。でその子にアプローチしたの。いや生きてないっすね。おい男らしく生きろよ。じゃあその後輩でなんか遊び機会とかあるの。そんなことないんでしょ。いや本当ないですよ。関わる機会がない。それがダメなんだよ。まずはやっぱゲーム上手いっていうのは、そうっすね、まあなんかいろいろやっぱそういう知識機械に強いっていう風に捉えられたりもするから、3落ちしてんじゃねえか。やるじゃねえか。おお、さすが。オーケー、やぐらのとけ。師匠にやぐらのせんじゃねえよ。もう必死に死ぬ気で乗ります。死ぬ気で乗っとけ。本当に甘えるな。甘えるの、甘えていいのは甘エビだけなんだから。本当にこれさ、いつも言ってるけどやられね。あと残り3分になったら、とりあえずやられたらキングダムに切るで。これは鉄則ルール。キングダムってわかる。あ、アーカイブスにいつも出てくる。そうそうそう、意味わかんねえ、ね、意味わかんねえやつがいいんだけど、絶対切れて。これはもう約束、俺との。わかりました。これサボるようになっちゃダメだよ。はい、わかった。え、残り3分してキルされたんですか。そうそう、いやなんかうざいことがあったら全部キングダムのせいにして。はい、わかりました。これは鉄則。はい、ちょっとそれで見込み見るから俺、申し訳ないけど。わかりました。うん、キングダムに切れれねえやつは甘えだから、はい、甘えですか。やったやった、一人やった。おお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 お、足場足場足場やばい。おい小太郎、お前俺の足場作ってくれた。そういうのいいよ。あ、それおい、キングダムや。こ、小太郎しか生きてねえよ。キングダム甘いな。なんだよお前。まあまあどんどんレベル上げていけばいいから、キングダムに切れるのは。もうほんとキングダム一枚やった一枚やった。もうキングダムに切れることが生きがいとして生きてった方がいいぐらい勢いだね。わかりました。もう生きがいでいきます。そう、生きがい。よし、一枚やった。オッケー、一枚やった。ナイス。あれ、あと、まあいいや、降りたか。逆乗っちゃうか。あ、ナイスです。お、熱下がりました。今誰にやられたよ。熱下がりました。ん、大丈夫か。大丈夫、大丈夫、乗ります。乗ってくれ。これはもう、おい、キングダムよ、ほんとあいつよ、もうキングダムさ。なんかこの前さ、串揚げ食べに行こうって俺に連絡してきたの。はい、で、あ、じゃあ行くかっつって、で、俺串揚げめちゃくちゃ美味しい場所知ってるから行こうっつったら、はい、いや、でもやっぱなんかあのラーメンがいいとか言い出して、あいつの気まぐれにはほんとにおっちゃんも困らせさせる。コウタロウ、そのまま行け、そのままもうリスチ行っちゃえ行っちゃえ行っちゃえ。じゃあコウタロウ、俺飛ぶから師匠のことぐらい守れよ。師匠の一人も守れねえ男は弟子にできねえから、守れよ守れよ。守ってくれたのかお前。あ、煽ってきた、煽ってきやがった。お、煽られた、煽られた。お、もうお前さっきの成果しろ。なんてやつに煽られたの。島です。島、あーやろう、あいつ俺もボコボコにしてやるよ。ボコボコにしてあー本当に煽られたの。また煽られました。え、クラブラに。あ、クラブラに。くっそ、最後あいつはね、あの煽られたのに煽られっぱなしっていうのはもう一番情けねえから、はい、情けないっす。あクラブラにやられた。え、俺煽られないよ。あ、うん、俺は煽られないよ。あ、またやられた。違うか。俺は煽られねえけど多分お前なんか恨みでも買ってんのか、クラブラに。買っちゃいました多分。恨み多分一応。あー、やべ、島クラブラか。あっ、あう、うん、煽る暇もなく余裕で勝っちゃったね。暇もなかったね。あお、何の煽りなんだろうな相手は。な、いいねいいね。やばい、キルが少ないな。え、キルじゃねえんだよ、心の中なんだよ、はい、さあちょっと今から特別講義タイマンやろう。
OK です。ね。うん。まあローラーなんかやっぱ師匠ってやっぱ尊敬される立場だと思うのよ。はい。だからまあ俺がどんだけ強いのかっていうのを証明して。はい。まあお前もね憧れるように、させてやろうかなって思ってるから、はい、どんどんガチで。お前俺に煽ってんじゃねえぞおめえよ。最初さやっぱ優しさだよこれは言うけど。申し訳ないけど優しさに決まってんじゃん普通に考えて、はい、俺を何だと思ってんのここにいんだろどうせ。いや師匠ですもう師匠だろおい、はい、どこにいんだよここにいるでしょ。はあはあははあ、ここの縦振りスペシャルなしですよね。当たり前じゃん。いやむしろ使っていいよ。あここでーす。あうわ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 おいやおいここかでここ打った後ここでしょ。ここでーす。こっち来てんの分かってるから俺。スペシャル使っていいんだからな。ここでーす。ここでーす。そしたらここでーす。そしたらここでーす。そしたらここに縦振り決めちゃいまーす。まあ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 、やっぱこういう風にまあ楽しくやるっていうね、師匠にやっぱ堅苦しくなってほしくないわけよ。尊敬の気持ちを忘れずに。まあ俺のこと常にねやっぱ尊敬してほしいっていうのは思ってるから、はい、やっぱりね俺という存在がここでしょ。はいはいはい、やってくれるじゃねえかよ。ここで勝ってみせます。師匠に勝ってみろや。俺がもし負けたら師匠じゃなくなっちめえだろ。じゃあもう超えます師匠。ここでやっべやべやべやべインクでねローラー振ってても勝てねえよおい。やっぱインクがインクを出るローラー振れ。はい、もっともっと振る。出るローラーを振る。常日頃からローラーと一緒に寝る、はい、あローラーと一緒に寝るんすか。そうこれは勝ったな。これがいつもローラーと一緒に寝て振ってるからこそなんだよ。いやーローラーと寝てるんですか。ローラーと寝てるよ。ローラー持ってねえの。いやなんか武器コレクションのなんかありますよ。あれか。なんかあと自分の先祖はワニだと思い込む。そしたらこうやって倒せるから。うん、ワニだと思い込んで自分はナイル川に住んでるんだと。ね思い込みに大切だよ。はい思い込み。じゃあ思い込みますわ。思い込んで何に思い込むの。いや僕はプロだと思ってますよ自分が。そうだよお前はプロだよ。もうプロです。どこだ。ここでしょ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 。こっちでしょ。やるじゃねえか。プロ級のうまさ見せてるね。こっちでーす。今の当たんねえのかよ。ここに、あーやばいな。ここに来るでしょ。すごい。じゃあ縦振り勝負にするか一回。あ、縦振り勝負。男っていうのは縦に振って何本世界だから。うん。どうすね。縦振り勝負。遅えな。縦に振れってだから。でも縦に振る量だったら俺の方が多分多いから。さすがアッキーさん。あんまこういう大人なんだよ。ちょっとやっべ当たんねえな。縦振りそこ逃がさない。そこ逃がさない。こっち、あやべ横振りしちゃった。まあこんなもんよ俺ぐらいのレベルになっちゃうと。いや勝てないっすねやっぱ師匠には。だろ。まあ俺が今まで言ってた日課を全部やってくれてればお前は X いけると思うぞ、はい。もう頑張ります。ああちなみに一番好きな実況者誰なの。一番好きな実況者ですか。うん、そりゃアッキーさんですよ。ああよかった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 ねえねえなんか他の人言うんじゃないかなと思って。じゃあ俺が昨日上げた動画のタイトル言ってみて。昨日上げた動画、うん、ちょっと覚えてないですね。はい解雇。